ノール1500グリフォンノール1500グリフォンーノール1500グリフォンはフランスの国営航空機メーカーノールビアシオンが開発した実験機ラムジェット推進の戦闘機を研究するためのものである製造機数は1機初飛行は1955年9月高速戦闘機用のエンジンとしてラムジェットエンジン搭載が考えられていたがラムジェットは低速時には 機能しないという欠点がある。そのため、ラムジェットエンジン内にターボジェットエンジンを搭載し、低速時には、ターボジェット、1000音速以上の高速時には、ラムジェットエンジンを使用するという、ターボラムジェットエンジン機として本機が開発された。デルタ翼機であり、コックピット脇にはカナードを有する。エンジンが太いために、胴体のエンジン収納部が太く、 空気流入量を確保するために、インテークも大きい。この太い胴体のため、エリアルールは採用されていない。インテークは、コックピット下方にあり、インテークからエンジンまでが、直線形状を確保しているために、全部胴体はやや上向きとなっている。最高速度は、マッハにを求めた。はじめに、スネクマーター101ターボジェットと再起のグリフォンアイが、完成し、 1955年9月に初飛行を行っている。グリフォンアイはマッハ2を目指すために改良を施し、ラムジェットエンジンも搭載したグリフォン2に改装され1957年に初飛行を行った。グリフォン2は最高速度マッハ2.19を記録している。1959年2月25日にはアンドレ・トゥルカの操縦により 100km の区間の 平均速度時速 1643km の世界速度記録を樹立した。ミラージュ3が実用化されていたこともあり、グリフォンに続く戦闘機は開発されなかった。現在、グリフォン2ワルブルジェ航空宇宙博物館に展示されている。ありがとうございます。